よし。流れますね。乗れなかった、でかかったん、でかかったっすよ今。音聞こえました？でかかったっすよ今の。でかかった、50あったかも。まマジででかかった、びっくりした。追っかけてくる素振りとか今のところ全然ないっすね。こんな降りそうやのにな。わ、またやっとる。ほら、大きい、すごい。見ました？ほら、あそこ。ちょっと俺も。ほら出た、ほら出た、ほら乗った。とりあえず手に持っとこう。めっちゃすごい。泳がへんしょんで。こんなんすよ。おお、やっと手に持ったぞこれ。あ、出た、乗った。いや、ちょっとこれで英気を養おうかなっていう。お、あっちもや。これでそのうちでかいのがマジでいきなりバゴンとか言って。あ、出た。これええぞ、結構引きますもん。うおー、めっちゃ引くんすけどこいつ。え、マジでそんなでかいかこれ。いや、いや、いいサイズだと思うよ。今ファーって浮いてきて食ったんすよ、うん、ほら、いいサイズだよ。うわ、うわ、うわ、めっちゃいいサイズやん、ね、40アップや。待て、これ俺12パウンドやったら50近くあるんじゃない。お、でっか。投げてる場合じゃない。はっしゃら。ついにあんだけチビ続きの、いや50はないと思います。チビ続きやったカシータスでついに。おっしゃ、ボスポップ、めっちゃ嬉しいんですけど。あ、45ピタシャ、44っすね。え、久しぶりに見るから。おっしゃ、ほらポッパー、おー、バス。あの、俺のルアーに近いところで。え、あ、食うてくる。やっぱおったな。マジでさっきのスーッと寄ってきてちょっと見てからパクって食いましたからね。撃てた、ほら乗った、乗りましたね。岬の先端。だいぶちっちゃいけど。わーし。
この秩父はこれ危ないですからね。また船が。うわ、そっち良さそう。やばいっすねこれ。これボート止まってくれたら無敵なんですけどね。そうなんだよね。どんどん浮かないから。出た。ほらでかい。バズベイト出ると思ったで。おっしゃ、ほら。おお、めっちゃ引く、めっちゃ引く。バラしたくない。マジでバラしたくない。向いてまい。あ、うわあ。よっしゃ、出ると思ったで。ええやん。めっちゃええやん。取った。めっちゃええやん。おっしゃ、バズベイト。これなんですよね。絶対こう来ると思った。嬉しい。めっちゃええやん。ボア。これさっきと一緒ぐらいですかね。44.5ってとこかな。マジ。おっしゃ、ほら。よっしゃ、ありがとう。絶対出ろ思った。あー、せっかくええとこ行ったのに。ええとこ行った時に限って。ほら来た、ほら来たとか言って。これとりあえず一回ポッパーでやって、あかんかったらペンションにしよう。まあただこれしとって日が暮れんこと。これさえ食ってきましたよね、たまに。なんでバイブレーションに反応せえへんのやろ。おお、あ、釣れた。釣れた。は、激しく出んかったっすけど。こんな太ったやつが。どうですかね、これ。絶対これ群れの、何個かの群れでかいっすよ。間違いない。あ、ほんで、シャド吐き出したし、ほら。あ、出た。出た。いや、今の群れめっちゃでかいし、びっくりした。あの群れ来たらもう俺らやばいっすよ。40アップ入れ。これはちっちゃい。これちっちゃい。ほら全然サイズが違う。さっきのめっちゃでかかったっすよ、マジで。ありなんすかこれ。いやマジで。わ、あそこのでかそう。マジかよこれ。俺もっていうか、ジョイクロ投げたらどうなんねやろという興味がすごいんですけど、今。結構ジャンプしたらもうちょ、あ、ちょっ。ほら、Aサイズ。これはAサイズ。あ、そう。さっきのより全然Aサイズ。見てください、ほら。あ、ほんまや。全然。ほら。いや、でもさっきのはこんな日じゃなかったんですよ。もっとでかかったんですよ。ほら。ほらでしょ。いやマジでこれまたもっとでかい群れおったんすよ、マジで。ほら
お、全然良くないですか。全然いいっすね。だってこれ40ぐらいありますよ。ああ普通に41に。これ入れ食いやんこれ。すげえ。ちょっとマジ俺シャドカラーに変えよう。シャドカラーかもメッキみたいな。こっちの方が来たりしてマジで。どっちが来るか。それか全然濃くなったりしてこれで。はい。お、しかもでかいし。結構でかい。でか、50アップちゃうか。まさか来るとはっすねこれ。ちょっと長さだけ一応測ってみていいですか。55以上あると思います。55以上ありますよね余裕で。あれないんだテープメジャー持ってきてないの？2回目の。はい。いや、先ほどじゃないです。キーパーもなさそうです。おお。真っ黒っすねこいつも、うん、グラスについてるやつ。あれか、プレーオフに、うん、よっしゃここまで来たべやろ、うん、見てますか。あらよっか、おお、まあ、A サイズ、おっしゃ丸飲みっすね、バズエイト。あー、乗らんかった。お、出た。ピュッと、よそ見しとった、やっぱ出た。バラしたくない。これはええぞ。ええぞっていうか、今までのチビに比べたらだいぶマシっすね。痩せてますよね。あ、出た。